ゴーゴー乗り物タウン。空港特急ラピートさんを紹介するよ。こんな感じかな。ラッピー、絵の調子はどうだい。ガシャキン、今日はとっても上手に描けたんだ。本当？ちょっと見せてよ。ちょっと待って、ちゃんと描けてるか最後に比べるっぴ。あれ、僕が描いた電車と違う。あの青い電車は何だっぴ。ラッピー落ち着いて、あれがラピートさんだよ。やあラッピー、よく来たね。ラッピートさん、こんにちは。近くで見るととってもかっこいいっぴ。ありがとう。でも普通の電車と形が違うけど、どうしてこの形になったの？ラピートさんは力強さと速さ、そして飛行機をイメージしてデザインされた電車なんだ。ラピートという名前はドイツ語で速いという意味なんだよ。速いってどれくらい速いの？それは僕に乗ってみればわかるよ。乗ってみたいっぴーって。ラピートさん、何をしているんだっぴー。何って、洗車だよ。洗車？そうだよ。これからラッピーやお客さんたちを乗せるから、体をきれいに洗ってもらっているんだ。ピッカピカのラピートさんに乗れるなんて楽しみだっぴー。ラッピー、もう少し時間がかかるから先に駅に行って待っててよ。大丈夫、ここに来たのは初めてだから、見学しながら待ってるっぴ。って、あれ、ラピートさん、ちょっと目を離したらいなくなっちゃった。おいラッピー、そろそろお客さんを乗せる時間だから先に行くよ。駅で待ってるね。ラッピー、さっきはごめん。早速乗ってみてよ。ふぅ、今度こそ乗せてもらえるっぴ。うわぁ、ラピートさんの中はこんな風になっているんだ。まるで飛行機みたいだっぴ。窓も普通の電車と違って丸いね。さ、関西国際空港へ向けて出発。ゴーゴー。はやいはやい、どんどん景色が変わっていくよ。ラピートさんは大阪の難波駅と関西空港駅を結ぶ南海電鉄の特急列車だよ。最高時速は120キロ。飛行機に乗るお客さんが空港までスムーズに移動できるように、およそ30分おきに走っているんだ。海の向こうに飛行機が見えるよ。あれが関西国際空港だよ。関西国際空港は海の上に作られた空港なんだ。だからラピートさんも海の上に作られた橋を渡って空港に行くんだよ。海の上にいるの？すごいっぴ。ねえねえラピートさん、運転席はどうなっているの？見たいかい？特別だよ。すごい、かっこいいっぴ。博士キン、僕も運転したい。それじゃあ
運転士さんや乗務員さんの学校、研修センターに行ってみよう。あ、踏切だ。こんなところに踏切があるなんて面白いね。で、電車が全然通らない。B。そうだよ。だって研修用の踏切だからね。研修用？そう、踏切にはトラブルが起きた時に電車の運転士さんに知らせるための非常ボタンがあるんだけど、ラッピー押してみて。はーい。ボタンを押すと非常用の信号が点灯するんだ。運転士さんたちは危険を察知して電車を止めるための訓練をしているんだよ。そうなんだ。それじゃあ中に行ってみよう。本物の自動改札や券売機を使った研修や、本物のレバーやハンドルを使って運転を体験するシミュレーターもあるんだ。ロッピー、やってみる？もちろん！出発進行！すごいすごい！上手に運転できてるね。うん、運転士さんになった気分だっぺ。駅に着いたけど上手に止められるかな。ラッピー、左上の数字は電車を止める位置までの距離なんだ。ゼロのところに止めてね。頑張るっぴ。ブレーキをかけて。48.74、 手前に止まっちゃったね。頑張ったけど失敗しちゃった。ラッピー、お客さんを乗せて失敗したら大変だから、運転士さんは7ヶ月以上も研修するんだよ。そんなに大変なんだね。そうだね。でも研修を受けているからみんなを安全に運ぶことができるんだ。僕も頑張って、ラピートさんを運転してみたいっぴ。ラッピー、楽しみに待ってるよ。うん、待っててね、ラピートさん。今から乗り物クイズを出すよ。みんなはどれだけ知ってるかな？4つの中から正解を探してね。さあ、今日はこの4つだよ。一番速く走れる列車は何番かな？考えてみて。1はスカイライナー、2は新幹線、3はラビュー、4は蒸気機関車。わかるかな？答えは2の新幹線。時速300キロに近いスピードで走ることができるんだ。あっという間に通り過ぎちゃうね。ということで2番の新幹線が正解。ゴーゴー乗り物タウン。わかった。それはみんなの安全を守るパトロールカーさんや、病気や怪我をした人を運ぶ救急車さんだね。いろんな仲間がいるんだよ。僕が街を見守るパトロールカーだよ。みんなからはパトカーって呼ばれてるんだ。よろしくだっぴ。屋根についている赤いランプは何なの？これは赤色灯といって、緊急の時周りの人や車に急いで走ることを知らせるためのランプなんだ。とっても目立つっぴ。パトカーさんの運転席には外に呼びかけるためのマイクや、他の車のスピードを測る機械などがついているんだ。へえ、そんな機械もあるんだ。うはぁ、白バイさんだ。すごいスピードだっぴ。
白バイさんは小回りが効くのが特徴だよ。素早くしかも安全に走れるようにいつも特別な訓練をしているんだ。かっこいいね。ラッピー見てごらん、白バイさんにも赤色灯やサイレンがちゃんとついているんだよ。パトカーさんと同じだね。僕たちは力を合わせてみんなの安全を守っているんだ。お仕事頑張ってください。次は僕の番かな。誰だっぴ？僕の名前は救急車、よろしく。こんにちは、救急車さん。ラッピー、救急車さんのお仕事は病気や怪我をした人のところに急いで駆けつけて病院まで運ぶことなんだ。パトカーさんと同じように赤色灯もついているんだよ。ラッピー、車の中を案内するよ。ドアオープン。車内は救急隊員さんが立って作業できるように天井が高くなっているんだ。うん？ベッドがあるっぴ。これはストレッチャーって言うんだよ。ラッピー、よーく見ててよ。あれ、下から何か出てきたっぴ。ストレッチャーの下に車輪を出すことができるんだ。車輪を使えば病気や怪我をした人を寝かせたまま救急車にスムーズに乗せることができるんだよ。へえ、いろんな工夫がされているんだね。ラッピー、僕たち救急車にはいろんな機能を持った仲間がいるんだ。会ってみたいっぴ。やあラッピー、僕はスーパーアンビュランスって言うんだ。よろしく。よろしくだ。スーパーアンビュランスさんは大勢の人が怪我をした時などに出場する救急車だよ。車内で怪我をした人の手当てもできるんだ。だからこんなに長くて大きな体なんだね。中はどんな風になっているのかな。これがスーパーアンビュランスさんの車内の様子だよ。どう？そんなに大勢の人を乗せて手当てができるようには見えないけど。僕は変身してもっと大きくなることができるのさ。え、変身できるの？じゃあ見ててよ。うふふ、横に大きくなったよ。まだまだ。僕が現場で活躍するときはこのように左右を大きく広げるのさ。かっこいいね。変身して中を広くするとまるで病院の部屋みたいになるんだよ。うわー、すごく広くなったっぴ。本当にお部屋みたいだね。一度に8台のベッドが置ける広さで応急手当てをするための機材は全て搭載しているんだ。すごいっぴ。ラッピー、次の仲間が来たよ。赤い救急車さん？なんだか消防車さんみたいな救急車さんだっぴ。鋭いですね。私は救急車と消防車の機能を併せ持った消防救急車という名前なんです。消防救急車さんって言うんだ、かっこいいっぴ。消防救急車は僕が忙しい時に代わりに出場して助けてくれるんだ。
私は両方の機能を持っていますからサイレンも。すごい、両方の音が鳴るんだね。車体の横に長いホースを備えていて、ポンプ車と同じくらいの水の勢いで消火活動ができるんだよ。すごいピー。でも人を運ぶときはどこから乗せるんだピー？安心してください、ガルーウィングオープン。うわー、車体の横が開いたピー。今度は中からストレッチャーが出てきたよ。消防救急車さんは横から患者さんを乗せて応急処置をしたり病院に運んだりするんだ。すごいピン。僕たちが安心して暮らせるのは救急車さんやパトカーさんたちのおかげなんだね。よくわかったピン。ゴーゴー乗り物タウン。ラッキーが言ってるのはこのジェット機じゃないかな。うひょー、ブルーインパルスっていうんだ。早速会いに行ってみよう。うん。ここはブルーインパルスの家がある宮城県の航空自衛隊松島基地だよ。ブルーインパルスさんはこの中にいるんだね。早く会いたいピー。ワックワック。ラッピー、ここがブルーインパルスの家だよ。うわ、ブルーインパルスさんがいっぱいだっピー。青と白の機体がピッカピカ。こんなに近くで見られるなんて感激だっピー。皆さん、こんにちは。ラッピーくん、はじめまして。自分が航空自衛隊のアクロバットチームブルーインパルスの T4 です。そうなんです、自分の名前は T4 なんです。この機会にぜひ覚えてください。ラッピー、みんながブルーインパルスって呼んでるのはこの T4 さんが何機も一緒になって飛ぶ航空自衛隊のチームの名前なんだ。本当だ、みんなで一緒になって飛んでるピー。飛んでる姿もかっこいいね。この T4 さんは長さが13メートル、そして高さは 4.6メートル。飛行機の中では小さい方なんだ。そして翼の端から端までは 9.9メートル。左右の翼の下についた2つのジェットエンジンで大空を飛ぶジェット機なんだ。ブルーインパルスはこの T4 さん6機で一つのチームなんだよ。そっか、だからお揃いの色なんだね。空に絵を描くときの煙はどこから出ているの？自分の後ろにある2つの排気口が見えますか？その右側に注目。近くの突き出している部分から特別な油を出すんです。するとエンジンの熱で燃えて煙になるんです。そうなんだ。ラッピー君、自分たちはこれから飛行訓練に出発しますので離れた場所から見学しててくださいね。はい。家の外には車で引っ張っていってもらうんだね。家の中でジェットエンジンをかけると周りのものが燃えちゃったりするから、外に出るまではこうして引っ張ってもらうんだよ。あれ、どうしちゃったの？外に出ても
すぐには滑走路に行かなくて、空を飛ぶ前にまず機体の点検をするんだ。安全に空を飛ぶために隅々までチェックするんだよ。機体の外側からチェックをして、問題がなかったらヘルメットをかぶったパイロットが操縦席に着くんだ。あれ、もう一人ヘルメットをかぶった人がいるよ。実はこの T4 さんは二人乗りで、前と後ろに座席がついているんだ。そうなんだ。パイロットたちが乗ったら、今度は中にある装置のチェックをしますよ。エンジンをかけて、いろんな機能がちゃんと働くかどうかパイロットが確認するんです。大丈夫だったら親指を立てて合図しますよ。ラッピー、ブルーインパルスはチームみんなで空を飛ぶから、一機でも調子が悪かったら空の上で大変なことになっちゃうんだ。自分たちは空の上でアクロバット飛行をして絵を描いたりするんです。だから毎日の点検や整備は大事なんです。全部の飛行機のチェックが済んだら、キャノピーっていう窓を閉めて滑走路に向かいますよ。ラッピー、よーく見てごらん。滑走路に向かう時もバラバラに行くんじゃなくて、みんなできちんと順番を守って赤い線に沿って進んでいくんだよ。ほんとだ、みんな同じ道を進んでいくっぴ。さあ、滑走路に着いたみたいだよ。うわぁ、T4 さんが煙を出したっぴ。あの煙は仲間同士でそろそろ行くよって合図をし合ってるんだね。ということはそろそろ飛び立つんじゃないかな。ではラッピー君、行ってきます。楽しんで見ていてくださいね。だんだんスピードが出てきたね。うひょー、操縦席からはこんな風に見えるんだって、浮いたっぴー。ガシャキー、飛んだよ、かっこいいね。T4 さんの最高速度はマッハ 0.9、時速にすると1000キロくらいのスピードが出せるんだ。うわぁ、こんなに近くで飛ぶんだね。速いスピードでこんなに近づいて飛べるのは、パイロットの人たちが毎日練習しているからなんだ。これはフォーシップインバードって言って、わざとひっくり返って飛ぶブルーインパルスのアクロバット飛行の一つなんだ。空と地面が逆さまになるから、上手な人じゃないとできないんだよ。わあ、よかった、安心したっぴ。すごいんだね。それではリクエストにお答えして、それ！ T4 さんが絵を描いてくれてるっぴ。一体何を描いてくれるんだろう。葉っぱかな。これはもしかして
ラッピー見て、ハートの中に白い線が引かれていくよ。本当だ。あ、でも途中で消えちゃったよ。あ、また線を引き始めたッピー。これもアクロバット飛行のキューピッドっていう技なんです。チームがまとまっているブルーインパルスだからできるスゴ技なんだよ。空にあんな風に絵が描けるなんてすごいっぴ。あ、T4 さんが帰ってきたっぴ。お帰りなさい。ただいま、ラッピーくん。ピー君、自分たちブルーインパルスはどうでしたか？僕もチームに入って T4 さんのパイロットになりたくなっちゃった。今日はありがとうだっピー。乗り物タウン登録してね。ゴーゴー。